どうも、こんにちは、トドです。危ない。ついに出ちゃいそうになったんですけど、面識はありません。すいません。今日はネットを見てたら、すごく面白いものを見つけました。こんなことが起きるのかっていうのは、すごい面白いことだったので、ちょっと実践してやってみたいと思います。使うものはこちらです。ウイスキー。そして、お水です。なんと、このウイスキーとお水、ある条件を満たすと、こう同じ容器の中で入れ替えることができるらしいんですよ。ちょっと説明してもよくわかんないと思うので、実際にやってみましょう。じゃあまずここにウイスキーを入れていきたいと思います。なみなみ注ぐ感じで、こんぐらいでいいでしょう。お次はお水でございます。これもね、なみなみ注ぐとうまくいくらしい。で、こんなもんかな。これをね、逆さまにくっつけるときに、こう敷居みたいなのをここにこう敷いてあげる。敷いてあげて、この容器をこう逆さまにひっくり返してこの上に重ねると、そうすると比重の関係かなんかで、ウイスキーとお水がこう入れ替わるらしいので、やってみましょう。こうするとで、こぼれないように、をこうする。この状態でこの隙間をちょっと開けてあげると、その隙間からお水とウイスキーが入れ替わるらしいです。いきましょう。3、2、1、GO。 何も起きない。待って、何も起きない。え、待って、何も起きてない。なんで、わかった、そういうことか、そういうことか。逆でした。お水が上でウイスキーが下に来るらしい。これをこうすると、これでいきましょう。3、2、1、GO。 お、なんか来たぞ。来た。お、わかるかな。上の方がだんだん黄色くなってきた。こんな感じでどんどんウイスキーが上に移動しております。ほら、もう上は真っ黄色になってきた。で、下もほぼ透明です、これ。はい、ということで3分くらいで、このご覧の通りウイスキーとお水がね、入れ替わりました。最初上が透明だったのに、今もう下が透明になってて、完全にこれ入れ替わっております。これ入れ替わって、最初お水が入ってた方のグラスに、今こんなに黄色いものが入っております。果たして本当に入れ替わっているのか、それとも薄まっただけなのか、調べてみたいと思います。